ライトでライトでーす。なんとナイトでライトは今お邪魔しているんです。そうなんです。どこにか、どこにですか。なんとですね、もう今最も注目されているミュージシャンといって、もう決して過言ではない。そしてなんといってもその方はですね、僕たちの愛する北海道に、いらっしゃるということで、その方のお家にお邪魔しております。天才ドラマヨヨカちゃん。イエーイ。お邪魔しております。もうね、どうぞ、言わずと知れたですよ。もう皆さんね、結構テレビでもう見て注目してる方も多いと思いますけど、なんで僕らがそんな方とこんなお近づきになれてるかというと、実は僕ですね、そのヨヨカちゃんのお父さんお母さんと僕が高校生の頃から、実は知り合いで、お父さんお母さんのバックで僕がかつてドラムを叩いていたって。ヨヨカちゃんの前が。そうなんですよ。そうなんですよ。道理で、クビにされたなと思ったら、お子さんが、一番近くにいるわけだから、天才がいるわけだから。サポート必要ない。サポート必要ない。ということで、今回のコーナーはですね、はい、ナイトデライト、天才ドラマーヨヨカちゃんに、質問ぶつけてみたのコーナー、イエーイ、はい、はいはいはい。じゃあ、誰から行きましょうか。ヒラル君。一番最初僕ですか、うん、だって一番最初プレッシャーだね。僕は練習が、めちゃくちゃ嫌いなんですよ、うん、僕はね、この大人になって、いい大人になって練習をどれぐらい最長やったことあるかね、時間で一番長くやった練習、僕はちなみにね、8分ぐらいです。やめてよ、今日は短いなんですけど、ヨヨカちゃんどれぐらいやってんのかなって、逆に天才だよ。いやいや、それで今8分で、そうか、8分でやめられるってすごい。逆に飽きちゃう。私も練習が嫌いでそう、うんうんうん、だからね、家族バンドでカニアユーカやって、うん、その、ライブがあるときはそのカニアユーカの一番長いのは1時間半ぐらい、だからでそれが全部練習かって言ったらまた違って、学校の話とかその話を混ぜて1時間とか、だから本当に練習嫌いだから、その夜ご飯食べてからやるんだけど、その前は絶対やんない。僕素敵だなと思うのが、ご飯食べた後家族セッションタイムがここであるっていう話聞いて、それ素敵だなと思って。でも今日はやりたくないなみたいな、ない今日はもうパパも寝たいみたいなとかさないの。ある素直素直だね。そりゃあるよね。ちゃんと9歳なんだ。このギャップがすごい可愛いし、多分ヨヨカちゃん本人もなんか想像できないぐらい、いろんなステージとかいろんな人の前で演奏することが多くなってて、プレッシャーとか緊張とかってやっぱすごいんじゃないかなと思うんだけど、なんか人としては感じないんだけど、うんうん、その状況とか、うんうんうん、前の音楽の日、あったね、TBS のニュースでは、もう音楽番組で生放送を初めて見て、すごい、その時はドキドキした、その生放送だから、はいね、そうだよね。一番お気に入りのセッティングは、このセット、ね、ヨヨカちゃんセットじゃないですか、はい、これはもうヨヨカちゃんがどこ行っても、これがもう理想系のセッティングなんだ。やっぱりその家にあるのって、あんまりどこかに外に持ってったりとかはしないから、一番いいセットになってるから、やっぱり家のセットは一番いい、外行った時はお父さんがついてればお父さんがやって、その後に私が確認してちょっと直してもらうって感じなんだけど、東京とか海外行った時はそのパールとかジェルジャンとかの会社にその配置とか写真を撮って送ったり、この機種を持ってきてくださいとか、そういうのを頼んで持ってきてもらったり。結構ドラマーでよく意見が分かれるのは、タムがここに置くタイプと、そしてここはライドシンバルを置くタイプって結構分かれるじゃん。あ、なんかお父さんにはタムの横にライドシンバルを置いた方がいいよって言われるんだけど、私はタムタムでフロアで、ここにライドシンバルがあるのが好き。そうなんだ。叩きやすいから好きなの？
なんかそれで慣れちゃったから、うん、なんかこっちであるのもいいんだけど、なんか気にくんなんかやっぱ好きなドラマーがいたら、その人のセッティングで叩きたいとか思わない？思わない音はかっこいいんだけどセットでは思わない。それはすごく本質を見てる。普通は外見だけで、うわあのなんかセッティング、あのシンバルの配置かっこいいとか見てくれだけに、うん、こう感化されてそれを真似て全然同じようにはとても叩けないんだけどみたいなのが多いんだけど、じゃあさ、うん、無人島に一つだけ持ってくパーツって言ったらどれ？迷うよね。タムが好きだから。そうなんだ。ちなみに何タム？ハイタム、ロータム、フロア。フロアタム。じゃあ一番低い音が出るタムが好きなんだ。ビートルズのそのカムトギャザーの、うん、あのタムがすごいかっこよくて、ドゥル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 っていうやつのところのすごいいい音だなと思って。うん、だからタムが好きです。そうなんだ。ドラムのさ音色でさ、その曲ってだいぶキャラクターが変わると思うんだけど、はい、高い音のハイピッチなドラムかローピッチのドラム、叩いてて気持ちいいのどっち？低い方が好き。実はね、俺もそう。そこは聞いてない。よくじゃあ自分でチューニングするの？今ちょっと練習したね。そのあんまりなん、私はスネアが難しい。あとそのタムだったらあの高い方から低くなるから、うんうん、その低くなるところにフロアタムとこっちの一つあの低いなんて言うんだったっけ、ロータム？ロータム？もう分かんないです。ドラムがもう絶対やっちゃダメって言われたら、他の楽器やるとしたらこれがやりたいっていうのは何かな？ベースがやりたい。おお、やっぱそういうちょっとリズム体なんだね。うん、ベースがダメだったらなんかボンゴとかあっち側行きたい。ああ、やっぱじゃあリズムが好きなんですね。なんかまあ僕らバンドメンバーも珍しくて全員作詞作曲するバンドなんですけど、なんかその曲を作るときにリズムを意識して作るのか、ドラマーとしての自分のこだわりを一回置いて作ってるのかとか。私一から作ることがなくて、うん、そのなんかメロディーとかが降りてきてからの作るだから、うん、なんか全部降りてくる時もあるし、うん、なんか歌詞だけとか、うん、いろんな、うん、ワンフレーズだけとか、うん、そういうのもあるから、例えばメロディーだけだったらリズムから作ったりするし、リズムが降りてきたらメロディーとか歌詞から作れるし、うん、いやすごいよね、9歳だよ。ヨガちゃんがこう見ているゴールみたいな、ドラム以外でもいいから音楽で世界を回りたいけど、プリンスみたいにいろんな、うん、その作詞作曲もそのレコーディングとかも、うん、全部できるようになる。すごい、すごい。あ、なんか音楽ってあの歌だったらその言語とかを使うけど、うん、感情はその音でその会話できる、うん、その言語を知らなくてもどの国でも音楽を通用するよって思ってるから、その世界で世界を回りたいって思ってる、うんうん、僕それすごく感動して、なんかドラマ、うん、決してドラマっていうことにこう固執するんじゃなくて、どんな形でもいいからいろんな人との共通言語を持って世界を回って、ドラマって結構ドラム小僧が多かったりするんですよ。ドラムのことしか考えてない、うん、結構そういう多いんですけど、ヨガちゃんは決してそんなことなくて人を聞いてるんだなっていう、うん、あとは近い夢だったら東京オリンピックのなんか開会式とか閉会式でちょっとドラム叩きたい。いや、ありえる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 、やろうか。いや、同じだけどね。誰の権限で今、お父さんお母さんに感謝してることって何なのかなと思って。2個あって、一つはやっぱり私生まれてないと何もできなかったから、うん、産んでくれたことよ。あとは偶然だったかはしれないけど、小さい頃から環境がちゃんとして
くれた。うん、大きいよね、関係は。こうやって言われて、こうやって言われて、ちょっと大きくなったから、ね、言ってくれたことと、環境を整えて、うわそれ言われたら報われる報われるよね。いや、僕も長男が2歳の時に、親バカですよね、キッズドラム買ったんですアパート住まいだったんで、うるさーい与えたのに与えたメニューちょっとでも叩き込む、うるさーい好きなドラマは？ね、いっぱいいてね。あ、そうだよね。一番は選べない。そっか。でも、ジョン・ボーナムと、うん、クリス・コールマンと、おネイト・スミスと、ナマキヒロさん。あ、そうなんだ。なんか、本当は言いたいんだけど、うん、選べない。いっぱいいすぎるから、うん、ただ絞ってるだけなんだ。うんうんうん、ラーメンと同じ。ちょっとラーメン今行く。好きなドラマはありますか？好きなドラマはね、僕はね、高校2年生の時に沼澤隆さんが好きすぎて、当時 MD 音楽を聴くものがあって、それでちょっとね、再生速度を遅くできたんだよ、でその人のドラムを再生速度を遅くして何回も何回も聴いてコピーしたりとかして、今と時代がさ、うん、ほら違うから、うん、俺もコピーするなんて全部 CD しかなかったから、うんうん、自分でガーッて巻き戻ししないといけない、あいつだそれでまた同じフレーズをあーってコピーする、うん、もうあの時間がすごいやっぱ、うんうん、どうですか、みちゃくんのドラマは、ね、すごいかっこいい、ありますすごいいろんなあのテンポとかそのリズムとかでもなんかすごい合わせれるし、どの曲でもいいところが出てて、いろんな曲にも合わせれるところがいいと思います。うん、すごい、後で全て紙に書き下すなんか、後でね、コラボするコラボをするね、僕らの曲も、うん、あのお父さんお母さんとヨコちゃんと、うん、5曲ぐらい僕らの CD になって全部聴いて、うん、3人ともこれがいいって言ってくれたね、曲をやるという、うん、嬉しいやん、本当にやりたいと思ってくれた曲をやれるっていうのね、うん、かっこいい曲で、うんうん、いろんな楽器のすごいいいところで言って、すごいテンポもリズムもメロディーもすごいなんか全体的にめちゃくちゃかっこいい、うん、嬉しいね、嬉しい、あれ、うん、特にベース褒めて最後のサビの前のなんかベースだけになるってこと、ああ、あそこかっこいい、私、うんうん、初めて聞いたたち笑っちゃった、かっこいい好き、あらまあ、嬉しい、かっこいい時笑うってわかる、わかるね、ありがとう。ゆうかちゃんはドラム頑張ってる子とかになんかさ、アドバイスってある？自由に叩く子とか、そのなんか曲に合わせるのもいいんだけど、やっぱり自分が叩きたいドラムとかババーでもいいから、うん、自分の本当に今の気持ちとか、うん、叩きたいコールプレイとか、うん、自由でバーって叩くっていうのが自分のいいところも見つかると思うから、うんうん、私はそれがいいなっていうだけで、ゆうこちゃんだからプレイヤーじゃないよね、表現者だね、なんかね、聞いてるとね、ミュージシャンっていうかさ、本当に自由に叩いていいんだってこと、僕も励まされましたね。いや、ほんとそうだと思うわ、うん。だって単純にさ、2歳から今9歳で7年間ドラムやって、ここまで来て、もしかしたら今から違う楽器を7年間やっても、またすごいことになるし、可能性しかない。可能性しかない。お願いだからギターだけはやらないで。でも私、ギター、ボーカルの曲作ってきて。ほんとにすごい、じゃあもう俺はじゃあもう引っ込みますね。ちょっと待ってね。チェンジで。売れるぞー売れるぞー俺重たい荷物とかめっちゃ持つから。ローディーね。ローディー。実はそれが得意なんだよ。いや、本当に楽しいトーク、ヨカちゃん。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと次の企画はですね。はい。そんなヨカちゃんから、ナイトレライトで自称、リズム感がないと言っておられるえのくんがドラムレッスンを受けるという、おー面白そう。えのくんはいつも言うわけですよ、俺もうドラムもうリズム感が全くない、いや、あの全くない、ほんと皆無いや、それは全くないいや、ということじゃあ俺もこうするそうだね、
弟子と師匠の関係だよね、はい、あ、親指はちょっとこう、ちょっとこっち、あ、こうじゃない、あの、サーンってやった時に、うん、これこっちもうこっちっていうの、あ、そうなんだ、そうできてるじゃん、これできてる、うん、うえー、